皆さんこんにちは。絶望フリースタイルフットボーラーのぶです。さあ895日目、ネクロール連続10回挑戦ということで今日もやっていきたいと思います。さあ、前回が3回かな、行くことができました。前回3回でしたね。今回は5回行けるようにちょっと頑張っていきたいと思います。はい、ということで早速セッティングをしていきたいと思います。やっぱりね、ボールの真ん中で上げるっていうことですね。ボールの真ん中じゃない、体の真ん中で上げるっていうところを意識すればいいのかなと思いました。はい、そこで、私大きなミスをしてしまいました。ライブ配信用の充電をしていなかったという大きなミスがありました。すいません、それを やっとけよっていう感じですよね。ちょっとすいません。はい、汗だくのおじさんの顔がドアップですね。はい、さあおじさんでも頑張ります。はい、さあ行きましょう。ではね、ちょっと靴が、よし、さあでは行きます。5回でいいのかな。いや、5回目で落ちたから4回ですかね。4回。じゃあいいですね。早速4回行きました。よっしゃ。はい、さあ頑張ろう。よし、さあ行きましょう。すぐにお辞儀するようにって言ってたんですけど、でもそれをやるとだって上げてお辞儀するとここでワンクッション止まっちゃうんですよね。そしたらなんかスムーズなこう動作移動ができないですねっていうことが今分かりました。単発だったら全然いい。ね、これでやるのがいいんですけど、やっぱり連続でやるとやっぱりその連続の動作が止まってしまうので、これはあれだな、ちょっと違いましたね。はい、ということでこれで、
危ない危ない。バンダナ持ってけばよかったな、はあ、汗が滴る、やば、よし、おい、どうした？急にキャッチができなくなった。待ってください。やばい。なんだろう、いやー、4回です。あ、なんか小学校の校庭、なんかすごいな、提灯とかテントが張ってあるな。今日やんのかな、なんか夏祭りみたい。すいません、なんか気が散ってるよ。のぶさん、のぶ、気が散ってる。集中してないですね。来ませんね。あ、なんかダメだ、これ。これは違う。できるじゃん。
6回行きました。あ、ちょっとボール取ってきます。いや、惜しかったな、今結構行けましたね、はい、あ、結構行きましたね、6回。 OKOK。 いや、ちょっとね、一瞬10回行くんじゃないかなって頭をよぎったその瞬間にミスりました。いやー、油断大敵ですね。やば。あ、もう25分だ。はい。ということで、ちょっと動画は今日はここまで。でも最後にちょっとすいません、撮らせてください。最後に6回できて良かったですね。いや、でも全体的に何だろう、3回とか4回だったりとかできてきたので、いや、なんかね、やっぱ嬉しいですね。相対的に自分の土台が上がっていってるような感じがします。まあ、まだね、その10回、自分の夢である10回っていうのがまだまだ、まああるのでね、達成してはないんですけど、まあ、ちょっとずつね、いきなり10回っていうのはいけるわけじゃないので、やっぱりね、まあ、着実にこうステップアップしてい、いってる自分っていうのが、まずね、まあ、自分で自分を褒めるというか、褒めてあげたいなと思いますね。6回できるってすごくないですか。だって1年ぐらい前なんか1回とか2回しかできなかったので、いやー、だから6回っていうのはね、いや、素晴らしいと思いますし、まだまだやれると思うので、そして10回ね、いけると思うので、まあ、これ、まあ、満足しないでね、頑張っていきたいと思います。はい、ということで、ありがとうございました。今度あれですね、ちょっとバンダナつけないとね、なんか汗がこう目に滴ってきちゃうので、そこがちょっとね、あれですけど、よかったです。ありがとうございました。本当に、まあ、継続は力なりじゃないですけど、でもね、ただひたすら やっていても、その努力の方向性が間違っていたら、それはね、その目標には多分たどり着かないと思うので、やっぱりこう、まあ、自分で考えたりとか、あとは人の助言を受けたりとかして、やっぱりこう正しい方向性のもとで頑張るってことをしないと、やっぱり、まあ、上達はしないんじゃないかなって、なんか思い、自分なりに思いました。はい、まあ、ちょっとね、真面目な話になっちゃったんですけどね、なんかそうですね、なんかこう最近思うのが、もう人生一回しかないんだから、なんかいつまでもこうくだらないこととかね、自分のこうなんか悩みとかね、こうネガティブなことを考え、そういう、まあ、ことを考えたって何もね、自分の人生にプラスにならないので、物は考えようだし、そういう、まあ、ネガティブな面があってもね、まあ、プラスの面も絶対あると思うので、そしてね、そこを、まあ、うん、プラスの面を見ながら、自分でその物事を捉えて、そしてね、
一日をまあこう楽しくじゃないですけどね、前向きな方向に生きていければなと思います。はい、なので必ずね、どんなことでもね、やっぱりプラスの面もあると思うので、まあ、そこをまあどうしてもね、やっぱり人間の本能ってこうネガティブな面をこう見てしまう側面があると思うんですけど、まあそこはね、やっぱりこうプラスの面というか、まあそういった方も見てね、人生一回だし、自分の人生だし、プラスの面で見てね、より良い人生、より良い一日を過ごしたいかなと思いました。はい、ということでありがとうございました。今日一日、充実した日を素晴らしい日にね、していきます。では良い一日をお過ごしください。ネックロールです。こう正面から見たネックロールになりますかね、これ。まあちょっと関係ないんですけど、はい、安心してください、ネックロールしてます。はい、ということでありがとうございました。またお会いしましょう。それでは失礼します。